ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。近年、科学技術が目覚ましい発展を遂げている。その影響は鉄道業界にも及んでおり、様々な鉄道業界で最新技術を搭載した新型車両が製造されている。しかしその陰で、多くの古き良き車両が廃車になっているんだ。世代交代ってやつね。ただ、廃車になった車両の中には、今までとは別の場所、方法で、活用されている車両もあるんだ。今回は、一度運用終了となった車両のその後を紹介していくぜ。面白そう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず紹介するのは、JR 北海道の車両だった DD51 型ディーゼル車。2015年3月まで運行していた、上野札幌間を結ぶ、寝台特急北斗星を牽引していた。DD51 は8両存在していたが、北斗星の廃止後、2両がタイに輸出されたんだ。海外進出したのね。納入先はタイ国鉄ではなく、エース社という、鉄道だけでなく道路やダムなどの、土木インフラ工事全般を担う中堅会社で、物資輸送車として活躍する予定だった。しかし、DD51 の復活は一筋縄ではいかなかった。輸出の際エース社に渡されたのは、数ページの薄いマニュアルのみ。走行機器には日本語表記しかなかったこともあり、扱いに相当苦労したそうだ。数ページって、そんな雑な引き継ぎだったのね。ある日、エース社が DD51 を運転する様子を YouTube で配信していると、DD51 の整備経験がある日本人整備士から、その運転の仕方は危険だとコメントされた。これをきっかけに、日本の鉄道ファンの間でエース社に DD51 をきちんと扱ってほしいという、思いが伝播していき、クラウドファンディングや、日本人技術者の渡航が始まった。たまたま整備士の人が配信を見ていたから支援が始まったのね。初めてエース車が DD51 を運転する様子を見た技術者たちは、あまりの危険な運転の仕方に驚いたそうだ。危険な運転のせいで様々な部品が傷んでいたそうだが、特に損傷がひどかったのはエンジンだった。鉄道車両の心臓みたいな部分じゃない。エンジンを冷却するための水が搭載されていなかったり、本来ならばエンジンの負担を減らすためにある程度スピードが出ている時や、減速するときはエンジンを動かさず慣性の法則を利用して前進する。惰性運転という走行をしなければいけないが、エース車ではずっとエンジンを稼働させており、停車する際は、直前までエンジンを稼働させ、急ブレーキをかけて停車するという走行をしており、エンジンへの負担がものすごかった。日本人技術者たちが DD51 のエンジンを見たときには、焼けて使えなくなる寸前だったそうだ。鉄道ファンからの支援があってよかったわね。こうした支援もあって、DD51 はタイで完全復活し、工事作業に携わる車両として今も活躍しているんだ。鉄道マニアたちの鉄道愛が結集したことで遂げられた DD51 の復活劇、感動的だったわ。205系は、国鉄時代に製造された車両で、関東と近畿を中心に運用されていた。しかし、現在205系車両の引退が進んでおり、現役なのは当時製造された車両数の1割未満だそうだ。では残りの9割はどこへ行ったかという話だが、2013年から JR 東日本が所有する、205系車両のインドネシア通勤鉄道への譲渡が開始され、今まで譲渡された車両数はなんと812両だ。今ではインドネシア通勤鉄道が所有する車両の7割が205系なんだぜ。さっきの DD51 はたったの2両だったのにすごいさね。205系の譲渡と聞いて最初に思い浮かぶのが武蔵野線。今まで205系の譲渡はひっそりと行われていたが、武蔵野線の譲渡の際は記念イベントが行われたんだ。最後に譲渡される車両の方向幕には、ジャカルタと表示されるパフォーマンスも行われており、大々的に譲渡された。譲渡に対する意識が現場レベルで変わってきたのね。そもそもなぜ205系のインドネシアへの輸出が始まったのかという話だが、インドネシア通勤鉄道の親会社であるインドネシア鉄道の会長が、日本の国鉄改革や JR 東日本の経営方針について関心を抱いており、JR 東日本とのつながりを求めていた。その頃 JR 東日本では、海外への事業拡大を進めることを目標にしていた。このように、インドネシア鉄道と JR 東日本の利害が一致したので、インドネシアへの輸出が開始されたんだ。インドネシア鉄道はパイプを得られるだけでなく、中古車を輸入することで、低コストで車両を増やして輸送力を強化できるから、一石二鳥ね。問題は、インドネシアでも205系がきちんと管理されているかだ。さっきの DD51 は、きちんと管理されてなかったもんね。結論から言うと、管理体制はバッチリだ。メーカーからの部品の供給も滞りなく行われており、2018年には、京葉作業センターにてメンテナンスの研修が行われ、JR の社員の前で、インドネシア鉄道の社員がメンテナンス作業をやってみせたが、技術的に劣るところはなかったという。それは良かったわね。しかし、まだまだ課題はあるそうだ。指差し確認が徹底されておらず、軽微な脱線事故がたまに発生したり、列車自動制御装置の導入がまだされておらず、追突事故が発生したりと、
安全面での問題がまだまだ多い。今後、JR とインドネシア鉄道がさらに連携を重ね、問題解決に向かうことを強く願っているぜ。419、715系は国鉄時代に製造された車両で、東北、北陸、九州を中心に活躍した。国鉄民営化後は、715系が JR 東日本、JR 九州、419系が JR 西日本に譲渡されたんだ。419と715はなんで一括りにされているの？これらの車両は電流構造が微妙に違うだけで、製造時期も見た目も同じなんだ。だから一括りにされているんだぜ。なるほど。それで、今回紹介するのは JR 西日本の419系。食パン列車の愛称で親しまれ、北陸本線を走っていたが、2011年に引退した。今まで紹介した車両は海外進出をし、第二の人生を歩んでいたが、419系は引退後、廃車、解体されてしまった。あらら、悲しいわね。実は引退した車両のほとんどは、このように廃車され、部品がリサイクルされるんだぜ。そして、この419系だが、主に自動車のリサイクルを行っている、豊臣産業という会社によってリサイクルされたんだぜ。自動車のリサイクル会社がなんで鉄道をリサイクルしたの？ある日、豊臣産業の社長が鉄道のリサイクル現場を視察した時、リサイクル方法にスマートさを感じなかったという。自動車のリサイクル率は驚異の 98% で、自動車のノウハウを鉄道に活かせば、もっとスマートなリサイクルができるのではと考えた。鉄道のリサイクルは、自動車ほど進歩していなかったのね。そんな中、高岡市のとある製紙工場が潰れ、豊臣産業は工場の設備の解体を受注していたが、その工場は広大な敷地面積を持っており、JR からの引き込み線が敷地内にあった。さらに、富山湾にも面しており、この工場の跡地にリサイクル工場を作れば、全国から船や線路を使って車両を運び込めるのではと思い、工場跡地で鉄道のリサイクル事業を開始したんだ。そこで初めてリサイクルされたのが、先ほど紹介した419系だった。記念すべき第一号車両だったのね。その後も、富山地方鉄道や北陸鉄道といった地元の鉄道の車両、さらには都営地下鉄や名古屋市交通局など、遠方の鉄道会社の車両のリサイクルを手掛け、最終的には日本航空と協力して飛行機をリサイクルするという、日本初の試みも行ったんだぜ。ものすごい幅広い事業展開ね。豊臣産業、現日本総合リサイクルは、屋内で短時間でリサイクルできる、国内初のシステムを確立し、日本のリサイクル業界に大きな影響を与えた。しかし、日本の鉄道リサイクル業界はまだまだ発展途上だ。例えば自動車では、自動車の部品をリサイクルして再び自動車を作るといった、水平リサイクルが行われているが、鉄道ではまだメジャーになっていないんだ。廃車になった車両たちも、できるだけ多くの部品を再利用してほしいだろうから、自動車に劣らないレベルまでリサイクル技術が進歩するといいわね。今後に期待って感じだな。お次に紹介するのは、ところ変わってニューヨーク地下鉄の車両。ここの車両は、かなりロックな方法で処分されるぜ。ロック？どんな方法よ？ニューヨーク地下鉄車両の処理方法、その名も、海にドボンだ。確かにロックね。でもこんなことして環境に良くないんじゃない？パッと見産業廃棄物の投棄にしか見えないからそう感じるのも理解できるぜ。ただこの場合は、むしろ環境にいい活動なんだぜ。どういうこと？海に捨てる理由としては、廃車時のコストカットなどもあるが、魚たちのための人工魚礁を作ることが主な目的だぜ。人工物特有の滑らかさがゆえに、藻類やフジツボが簡単に成長繁殖し、それを餌にする魚類や甲殻類が集まり、住み着くんだ。魚礁となった車両は、魚たちの良い餌場や住みかになるだけでなく、サメなどの大型捕食者から身を守るシェルターにもなるんだ。魚たちにとってはいいこと尽くしね。しかし、ただ海に放り込めばいいというものではない。まず車両内の部品やシートなどの、環境に悪影響を及ぼすものは取り除かれる。その後入念な清掃を行い、化学物質や汚染物質を取り除く。このような工程を経て、環境に害を与えない人工魚礁が完成するんだ。意外と入念な準備があるのね。ニューヨーク地下鉄の車両が海に投棄されたのは、2001年から2010年までの10年間で、合計2580両もの車両が投棄された。効果は抜群なようで、車両が投棄された場所付近では、餌の量が400倍になったそうだ。400倍？すごい効果ね。今のところさらに車両を投棄する予定はないが、もう少し観察した上で特に悪影響がなければ、ニューヨークに限らず世界各国でも車両が海に捨てられる日が来るかもな。
電とは京福電気鉄道嵐山本線の略で、京都市内を走っている鉄道だ。そんな嵐電の301系という車両は1971年に製造されたが、老朽化が原因で、2007年3月に引退し、廃車されることが決まった。しかし、京都市営地下鉄東西線の延伸や、嵐電天神川駅の開業が原因で利用客が増え、輸送力を強化する必要があると考えられ、もともと廃車される予定だったが、2008年3月1日、301の日に奇跡の復活を遂げた。廃車予定の車両が復活するなんてこともあるのね。実はこういった例は蒸気機関車では割とあるんだ。東武鉄道では SL 大樹として、1975年に引退した SL、C11 型。大井川鉄道では、1974年に引退した C56 型が使われていたりする。通勤電車でも、JR 奈良線の103系 NS409 編成が、廃車改装後に復活したなんて事例もある。しかし嵐電のような路面電車で車両が復活した路線は、他にはないだろうな。SL では割とあることなのね、知らなかったわ。まあ SL はほとんど1950年以前に作られており、70年以上も車両を使い続けることは考えにくいから、一度引退して、別路線で復活したのではと考えると納得できると思うぜ。なるほど。現在嵐電の車両の色は紫が主流で、クリーム色と緑のツートンカラーの塗装が、施されている車両は301系しか残っていない。しかし、301系が復活してから15年、製造されてから50年が経ち、車両の方にも限界が来ている。二度目の引退を迎える日も近いだろうから、今のうちに乗りに行くことをお勧めするぜ。京都旅行のついでに乗りに行こうかしらね。ということで、引退が決まった車両のその後を紹介してきたが、どうだった？引退した車両はみんな取り壊されて終わりだと思っていたけど、辿る末路にも、いろいろあるってことを知って、すごく興味深かったわ。新車製造の時だったり、引退する時は注目されることが多いが、引退後がフィーチャーされることはほとんどない。ただ、引退後のストーリーも、このようにバラエティに富んでいて、調べてみると面白いんだぜ。ここで紹介されなかった車両たちの引退後のストーリーも、後で調べてみようかしらね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ聞いてよ、この前旅行に行くはずだったんだけど、張り切って準備してたのに、寝坊しちゃって行けなかったんだ。そりゃ残念だったな。本当に残念よ、せっかくお金も貯めて楽しみにしてたのに、全部無駄になっちゃったよ。せっかくお金をかけたのに、無駄になっちゃったら悔しいよな。そうだよね。そういえば、鉄道車両でもそんな車両があるんだ。え？鉄道の車両で？そうだぜ。せっかく生まれたのに、結局何のために生まれたのかわからない鉄道車両だ。何それ？なんかかわいそう。それは、JR 北海道のキハ285系という車両なんだが、このキハ285系は、長い間かけて開発して、試作車まで作られたのに、結局何にも使われずに廃車されてしまった悲しい車両なんだぜ。それはもったいない。なんでそんなことになっちゃったのかな？それでは、今回は、そんな悲劇の超ハイスペック機動車、キハ285系について深掘りしていくぜ。ゆっくりしていってね。まず、キハ285系とはどんな列車なのかを説明していくぜ。2000年代、JR 北海道は、次世代の特急用車両として、複合車体傾斜システムと、モーター、アシストハイブリッドディーゼル駆動システムを、搭載する車両の開発を進めていたんだ。いきなり難しい単語、それはどういうシステムなの？まず、複合車体傾斜システムは、カーブを通過する際に、車体を傾けて、スピードアップと乗り心地の改善を図るための、システムの一つだ。車体を傾けるとスピードアップするの？そうだぜ、高速でカーブを通過すると、遠心力で乗り心地が悪くなったり、最悪の場合、列車が脱線してしまったりする恐れがあるんだ。それを防ぐために、カーブ通過時に車体を傾けるシステムを搭載した車両があるんだ。それを、車体傾斜式車両と言うんだ。例として、JR 西日本の特急やクモで運転されている381系電車や、特急ソニックの883系電車、そして、新幹線の E5 系や N700 系など、多くの特急用車両に使用されているんだ。そういえば、バイクなんかもカーブを曲がるとき、車体を傾けるよね。そうそう、わかりやすく言えばそれと同じだぜ。そして、車体を傾ける方法は、いろんな方法があるんだ。まず、国鉄初の車体傾斜式の特急車両だった、381系電車が搭載していたのは、自然振り子式というシステムだったんだ。これは、車体の下に転がって、カーブを通過するときの遠心力を利用して、車体を傾けるという方法だった。なんかこれだけじゃグラグラで酔いそう。そうなんだ、実際にこの方法では乗り物酔いがひどくて、乗り心地がいいとは言えなかったんだぜ。乗り物酔いの原因は、車体の傾斜のタイミングが実際のカーブよりも遅れる、振り遅れや、揺り戻しと呼ばれる振動だった。
その問題を解決するために開発されたのが、制御付き自然振り子式というシステムだ。これは、JR 四国の2000系機動車が初めて採用した方式で、車両に搭載されている装置に曲線のデータを記録しておいて、車体の傾斜のタイミングなどを制御するシステムだ。これによって乗り物酔いはなくなって、乗り心地はかなり改善されたんだ。だんだん電車も頭が良くなってきた感じだね。そして、新幹線を含めて、最近多くの特急用車両に採用されているのが、空気バネ車体傾斜方式だ。これは、台車と車体の間に設置されている空気バネの伸縮さを利用して、車体を傾斜させるというシステムだ。これによって、乗り心地はさらに改善し、導入コストもかなり抑えられたんだ。そして、制御付き自然振り子式と、空気バネ車体傾斜方式を組み合わせて、より大きく車体を傾けて、カーブをより高速で通過できるようにして、乗り心地の改善も図ろうと、JR 北海道と鉄道総合技術研究所、そして川崎重工業が共同で開発したのが、KIHA285系に搭載された複合車体傾斜システムなんだ。二つのシステムを組み合わせたものなんだね。なかなか画期的。そして次に、モーター、アシストハイブリッドディーゼル駆動システムだぜ。これは、機動車の省エネルギー化を目指して、JR 北海道が、日立ニコトランスミッションと共同開発していたシステムだぜ。ハイブリッドってことは、ハイブリッド車みたいなもの？まあそういう感じだな。このモーターアシストハイブリッドディーゼル駆動システムは、エンジンと蓄電池を搭載していて、走り出すときは蓄電池の電力で走り、スピードが乗ってくるとエンジンの力も借りて加速していく。そして、蛇行運転時はエンジンを発電機として用いて蓄電池を充電して、減速時には車輪の回転力による充電も行うというシステムだ。自動車と同じようなシステムで、エネルギーの無駄がないって感じね。こうして開発された2つの最新技術を詰め込んだのが、KIHA285系だったんだ。すごくハイスペックで画期的な車両だったんだね。でも、そんな車両が廃車されちゃったの？そうなんだ。2014年の9月に試作車が作られたんだが、結局内部工場の構内などでちょっとだけ動いただけで、廃車されてしまったんだぜ。もったいなすぎるよ。せっかく開発して試作車まで作ったんでしょ？それには、JR 北海道が置かれている厳しい事情が関わっているんだ。それでは次は、そんな JR 北海道がどんな会社なのかを見ていくぜ。JR 北海道の正式名称は、北海道旅客鉄道株式会社。国鉄が分割民営化した時に生まれた JR7 社のうちの一つなんだ。北海道12路線網を持っているほか、新青森から新函館北斗までの、北海道新幹線も運営しているんだ。コーポレートカラーは萌え黄色だぜ。北海道のイメージにぴったりな色ね。そんな JR 北海道は、民営化した当時から、厳しい経営を強いられているんだ。どうして？北海道は観光客に人気なところなのに、その理由の一つとして、沿線の人口が少ないってことが挙げられるんだ。確かに、北海道って牧場とか畑がいっぱいあって広いイメージ。人はあんまり住んでない感じがするわ。北海道の人口は日本で8番目に多い511万人ほどなんだが、それは面積が広いからで、1平方メートルあたりの人口密度は 61.3 人、47都道府県でダントツで最低なんだ。それに北海道は、人口密度が低いだけじゃなくて、人口が札幌市に集中しつつあるんだ。北海道で最も大きい都市、札幌市は、人口が約196万人で、日本の市では、横浜市、大阪市、名古屋市に次いで、4番目に人口が多い市なんだ。北海道の人口の、実に4割ぐらいが札幌市に住んでいるということになるぜ。北海道ってあれだけ広いのに、札幌にそんなに集まっているんだね。だから、札幌の近郊以外は、JR 北海道の沿線人口は極端に少ないところが多くて、列車を利用する人も少ないんだ。だからこれまで北海道では多くの路線が廃線になってきたんだ。そして、今でも普通列車の本数が1日に数本しかないような路線が、いくつかあって、存続するかどうかを沿線の自治体と協議している路線が、いくつもあるんだぜ。寂しいけど、人口が少ないと、鉄道を維持していくのは大変なんだね。そうだぜ。そして、北海道は冬は豪雪で寒さが厳しい。だから、除雪費用や光熱費なども加算で、鉄道の維持費がさらに高くなるんだ。北海道ならではの悩みって感じだよね。JR 北海道には、JR 東海の東海道新幹線のようなドル箱の新幹線もない。高速バスや航空機、そして自家用車などライバルの交通機関も多いんだ。北海道新幹線が2030年度末に、札幌まで延伸される予定となっていて、東京から札幌が新幹線1本で行けるようになれば、少しは良くなるかもしれないけれど、沿線の人口はどんどん減っていくし、高齢化も進んでいくと予想される中、経営が厳しいのは変わりないと思うぜ。なんとなく経営が厳しいっていうのは聞いてたけど、これは本当に頭を抱えるレベルだよね。そんな JR 北海道だが、厳しい経営状況の中、2011年に石勝線脱線火災事故が発生した。
その後も数年間、JR 北海道管内では脱線や火災、そして検査データの改ざんなど、事故や不祥事が相次いで発生したんだ。JR 北海道は、そのあまりにも厳しい経営状況が原因で、安全対策がおろそかになってしまっていたんだ。経営は大変でも、安全対策は怠っちゃダメだよね。この相次ぐ不祥事や事故を受けて、JR 北海道は、失った信頼を取り戻すべく、安全性の向上を最優先に取り組むことにしたんだ。それでも、2013年の時点では、キハ285系の開発は進められて、2014年の秋に試作車を導入して走行試験を行うことが発表されていたんだ。そして、北海道新幹線開業後に、函館、札幌間の特急列車、つまり特急北斗での運行を予定していて、最終的には160両を量産して、古くなった特急用機動車を置き換える予定だったんだ。導入予定のキハ285系機動車の試作車は、予定通り2014年の9月に、川崎重工業兵庫工場で完成した。不祥事はあったけど、キハ285系の開発に関しては、この時点では順調に思うわね。しかし、2014年9月10日、JR 北海道は、突如試作車が完成するのとほぼ時を同じくして、キハ285系の開発中止を発表したんだ。タイミングが、理由は何なの？厳しい経営状況の中で、限られた人材と時間、そしてお金を、スピードアップよりも、安全対策につぎ込むためということだぜ。最新技術を詰め込んだハイスペックすぎる車両であるがゆえに、維持費用も莫大で、JR 北海道にはキハ285系を試運転して開発を続けていくほどの余裕がない、ということなんだ。もったいないけど、鉄道は安全が最優先だから仕方ないわね。そうだな、こうしてキハ285系は試作車ができるのとほぼ同時に開発が中止された。キハ285系の開発に、すでに約25億円のお金を費やしていたんだが、開発の中止で、約155億円の経費を削減することができたということだぜ。キハ285系によって行われる予定だった古くなった特急用機動車の置き換えは、既存車両で実績のあるキハ261系によって進められることになったんだ。キハ261系は2022年にも増備が行われていて、北海道の特急列車の主力車両となっているぜ。すでに実績のある車両なら扱いやすいし安心よね。でも、兵庫県で作られたキハ285系はどうするの？完成したキハ285系は、9月26日、予定通り北海道に運ばれたぜ。開発中止が発表された車両なんでしょ？なんか寂しい感じ。せっかく作ったんだし、何か未利用できないのかな。JR 北海道も、軌道や電気設備を検査する在来線用の総合検測車、つまり、ドクターイエローみたいな車両として活用することを検討したんだけど、結果的には利用方法が見つからず、他の会社に売却しようにもできなかった。結局そのまま廃車されて、2017年に解体されてしまったんだ。かわいそう、それでも何回かは走ったの？本線を走ったのは、川崎重工から運ばれてきた直後に、たったの1回だけ。あとは内部工場内で、ほんのちょっと動いただけで、長らく放置されていたぜ。せっかく最新技術を詰め込んだ画期的な車両だったのに、列車に心があるとすれば、自分は何のために生まれたんだろうって感じよね。そうだな、結局はただ北海道に運ばれて、解体されただけになってしまったしな。残念だけど、安全が第一だもんね。人もお金も限られてるんだし。そうだぜ、霊能ウイルスのせいで、経営状況はより一層厳しくなってしまったが、JR 北海道が安全対策を最優先に取り組むようになってからは、大きな事故はなくなった。新型特急車両が誕生しなかったのは残念だが、安全対策を怠らないことが、鉄道会社にとって一番重要なことだからな。結果的に鉄道会社としていい方向に向いたんだから、良かったのかもね。そんな北海道には、旅行客を楽しませてくれる特急列車がいっぱい走っているぜ。現在 JR 北海道の特急の主力車両になっているキハ261系は、函館から札幌の特急北斗や、札幌から釧路を結ぶ特急大空、そして、札幌から帯広を結ぶ特急十勝など、多くの特急列車に用いられていて、機動車とは思えない軽やかな走りが魅力だ。座席もゆったりとしてて乗り心地も抜群だ。キハ285系が導入されなくても、十分に速くて快適なんだね。そうだぜ、北海道ならではの広大な景色の中を突っ走るのは気分爽快だぜ。北海道は景色も綺麗だし、北海道でしか見られない絶景もあるもんね。北海道の特急列車に乗るには、駅ネットの特ダネで早めに予約するのがおすすめだぜ。期間や列車によっては、4割引き以上で特急に乗ることができるんだ。それはお得だね、JR 北海道を応援するためにも。今度は JR 北海道の特急列車を利用して、北海道を旅行してみようかしら。いいと思うぜ。北海道は食べ物も美味しいし、絶景の中で食べたら最高だろうな。それでは、今日の動画はここまで。この動画がもし良ければ、チャンネル登録と高評価をよろしくだぜ。よろしくお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。
ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年もダイヤ改正の時期が来たね。そうだな、今年も新しい路線や銀河各路線で増えるぞ。便利になるんだねー。でも、古い車両はなくなるよね。まあ、それは仕方ないな。去年はどんな車両がいなくなったっけ？いっぱいあるぞ、知りたいか？うん。じゃあ今回は、2022年に引退した車両を紹介するぜ。レッツゴー。まずは1車両目、京急新線系だ。あれ？この車両って現役じゃない？むしろ増え続けていない？そうだな、確かに線形は増え続けている。だけど、今回引退したのは、変わった音が鳴る車両なんだ。どんな車両なの？その列車は、モーターから音階の音や、規制のような音がするんだ。何それ、面白そう。この車両のモーターから鳴っていて、一般層でもよく知られているんだ。そうなんだ、でも不思議だね。なんでこんな音が鳴るの？実は、制作者の遊び心なんだ。どういうこと？列車が走る時も、楽しい気分になれるように音階や規制を鳴らすよう設計されたぜ。本当に面白いね。モーターの製造元は、シーメンスというドイツの会社だぜ。ICE を作っている車両でもあるよね。そうだな。2002年から走っていた車両だったけど、徐々に日本製のモーターに置き換えられたぜ。そしてついに2022年に全車引退したんだ。残念だね。でも、車両自体は更新して走っているぞ。二つ目の車両だぜ。新潟地区の115系だ。これは知ってるよ、湘南電車だね。そうだな、同じタイプの車両がいろいろな地域を走るんだ。1963年から登場して、新潟地区だけでなく、関東、東海、西日本を中心に走ってたぞ。いろいろな路線で使われていたんだね。関東では最近まで羊毛線で使われてたぞ。そうなんだ。新潟ではこの115系が主力車両だったんだ。でも、最近新しい車両が次々に導入され、徐々に活躍の場所がなくなってきたぜ。そうだったんだ。でも、しぶとく生き残って、とうとう2022年に引退したぜ。残念だね。でも、新潟の115系は引退までとても楽しませてくれたんだ。どういうこと？例えば、引退の数年前からリバイバル塗装に塗装変更していたぜ。ファンには楽しいイベントだね。他にも臨時列車や撮影会も開催されたぜ。じゃあ、結構会社からも愛されてたのね。そうだな。他にも、新潟から埼玉の大宮まで来ることもあったぜ。すごい距離だね。どうして？115系の検査をするためにはるばる関東まで来ていたんだ。この時は鉄道ファンも発狂する大イベントだったよ。確かにもう首都圏では見られない車両だもんね。そうだな。三つ目の車両だぜ。JR 北海道のキハ283系だ。北海道の特急の代名詞だね。1995年に製造されて、97年に特急として営業運転を開始したぜ。主に、帯広、釧路方面の特急、十勝、大空の特急についていたぜ。そうだったんだね。他にも、スーパー北斗の運用にもついてたぞ。ちなみに最高時速は130km なんだ。結構速いね。この車両の登場時の JR 北海道は、高速化に強く関心があったんだ。より多くの人に列車を利用してもらうため、いろいろな工夫を施したんだ。例えばスーパー北斗は函館札幌間を3時間未満で走らせたり、営業最高時速の130キロ走行をさせたり、振り子の機能を駆使していたんだ。いろいろな努力が見えるね。でも、近年の北海道の不祥事や、特急より速い北海道新幹線の開業で、高速化を諦めた。現在では振り子も130キロも封印されてるぜ。残念だね。そして、キハ283もそのすごいスペックが使えなくなり、結局2022年引退したんだ。残念だね。でも、復活するんだ。え？2023年のダイヤ改正で、キハ283は網走方面の特急、オホーツクとして復活するぜ。おおすごいね。おそらく車歴的にもまだまだ走れるのだろう。でもまあ、これからも走ってくれるならいいね。そうだな。四つ目の車両だぜ。またもや北海道を駆け抜けるキハ281系だ。この車両さっきのキハ283と似てない？その通り、キハ283はキハ281の発展型だぜ。そうだったんだ。この車両は、1992年に導入されて、1994年に営業運転を開始したぜ。函館から札幌を結ぶ特急北斗のスピードアップを目指して開発されたんだ。そうだったんだ。最高速度は130キロで、日本一速い機動車とも言われていたぜ。この車両のおかげで、北斗の所要時間はかなり変わったんだ。どれくらい変わったの？
従来の特急車両だと最速3時間29分なのに対し、H281は2時間59分で走行したぞ。すごい革新的な車両だね。そうだな。でも、大量に製造はされなかったんだ。後にすぐH283が導入されたからね。それでも引退直前まではスーパーホクトの運用にそれなりについていたんだ。確かにホクトとしてよく見る機会は多かったもんね。そうだぜ。でも、H261系の登場により、統一化が進んだんだ。そして、2022年の9月30日に引退したぜ。残念だね。でも、最後はスーパーホクトとして優秀の美を飾ったぜ。良い終わり方ができてよかったね。5つ目の車両だぜ。東武鉄道の6050系シリーズだぜ。どんな車両なの？6050系は、1985年にデビューした車両なんだ。日光、鬼怒川方面を結ぶ快速列車として浅草から走っていたんだ。そうなんだ、何か特徴はあるの？やっぱり、ボックスシートの座席だな。座席が国鉄の急行型のような座席で、全車ボックス席なんだぜ。だからすごくノスタルジーを感じられる車両だったんだ。いいなぁ、乗ってみたかった。でも、新しい特急リバティの登場により、運用は減らされたんだ。快速のダイヤがほとんどリバティに変更され、日光線の普通列車に転属したんだ。そうだったんだね。でも、それもつかの間、新しい2400系の登場で、ついに東武から追い出されたんだ。残念な結末だね。そうだな。そして、会津鉄道の6050系も引退して、もう乗れる路線は限られているんだ。ってことはまだ乗れるってこと？その通り、一部の車両が野岩鉄道の路線のみで乗ることができるぜ。少しだけでも国鉄らしさが味わえるならいいね。そうだな。そして、まだ東武の6050系も残ってはいるらしいから、今後の展開に期待だぜ。いい結果があるといいね。6つ目の車両だぜ。JR の車両、リゾート山取りだ。どんな車両なの？この車両は、団体列車や臨時列車として活躍していたんだ。主に高崎地区の草津方面、水上方面の特急として走っていたぞ。そうだったんだ。特徴的なのは座席で、かつての成田エクスプレスのグリーン車の座席があった。ふかふかでリクライニングも効く素晴らしい車両だったんだ。それは最高だね。しかも快速として走っていたから、どこまで乗っても540円で乗れていたんだ。随分お得で快適な列車だね。私も運転していた時は安くてよく乗ったよ。また、年末年始には、初詣の臨時列車としても活躍していたんだ。いろいろな路線で使われていたんだね。そうなんだ。でも、老朽化が原因で引退したんだ。結構新しそうに見えるのに残念だね。確かにそうなんだけど、この車両は古い車両の改造なんだ。かつては、485系という国鉄特急の車両で、相当ガタが来ていたらしいぞ。結構古い車両が元ネタだったのね。そうなんだ。7つ目の車両だぜ。東武の350系だ。この車両はどんな車両なの？東武350系は、東武特急の羊毛として1969年から活躍してたぜ。でも、新しい羊毛が登場して、改造を受けて350系になったんだ。随分古い車両なんだね。そうなんだ。だからサービスも他の特急より劣ったんだ。リクライニングはないし、座席幅もあまり広くない車両だったんだ。なんだか窮屈な車両だね。でも、そういうこともあってこの車両の特急料金は比較的安かったんだ。それは良い料金設定だね。だから、この車両はスペーシアの増便用や、宇都宮方面の特急、南栗橋や新栃木までの比較的短距離な特急列車の運用についていたんだ。結構フレキシブルな運用についていたんだね。そういえば、フレキシブルな運用は東武リバティも。あ、察してしまったな。うん、そう、リバティという新型特急の登場で、この車両は活躍の場を奪われたんだ。なんだか仕方ないね。そして、2022年の3月に、重当運用の特急が廃止されることで引退したぜ。残念だね。でも、普通に面白い車両でもあったんだ。座席の形態は国鉄を思い出す車両で、顔も国鉄185系にそっくりだしね。しかも、夜行列車としての運用もあったから、それなりに面白い車両なんだ。すごい車両だったんだね。これからももっと乗りたかったけど、残念だぜ。8つ目の車両だぜ。次は、メトロ有楽町線副都心線の7000系だ。この車両は、メトロが営団地下鉄の時からあった車両なんだぜ。そうだったんだ。1974年に登場して、有楽町線の主力車両だったんだ。そして、この車両は大出世をした車両でもあるんだぜ。どんな車両だったの？まず、副都心線の開業で、一部車両が副都心線でも見れるようになった。他にも、東武線、西武線、東急線、港未来線の相互直通の車両としても活躍した。いろいろな路線で見れたんだね。
さらに、インドネシアのジャカルタにも輸出されたんだ。海外でも7000系が活躍しているんだね。でも、残念ながら2022年に引退したぜ。新型車両の17000系の登場により、全車両が引退したんだ。残念だね。こればっかりは仕方ないよ。どんなものにも終わりはあるからね。そうだね。でも、あと少し現役で走っていたら、相鉄線を走る姿も見れたかもね。そうだな、2023年に開業するから惜しかったな。9つ目の車両だぜ。次は貨物用の機関車、EF66-27号機だ。この車両は知っているよ、ブルートレインの車両だ。よく知っているな、その通りだぜ。もともとは貨物用の機関車だったんだけど、ブルートレインも牽引していたんだ。この車両は、その寝台特急の牽引時代の塗装をキープしていたから、人気なんだ。そうなんだね。今でも EF66 は走ってはいるんだけど、貨物用の車両だけで、ブルートレインの面影はないんだ。そして、この27号機は最後のブルトレの面影を残す車両だったぜ。そうだったんだね。この列車は確かにブルトレとしてのイメージが強いけど、貨物列車としての性能はすごいんだ。かつては国鉄の東海道山陽本線の主力の機関車だったんだぜ。最高速度100キロで、1000トンの貨車を牽引していたことから、マンモス電池と呼ばれていたんだ。すごい車両だったんだね。でも、貨物列車自体が徐々に減少してブルートレインの牽引もスタートしたんだぜ。そうだったんだね。昔東京駅に泊まっていたのを思い出したよ。そうだな、懐かしいぜ。そして、引退説を散々囁かれても生き続け、2022年についに引退したんだ。でもなんだかんだで車両の都合で引退後も走っていたぜ。それでも有終の美を飾れたんだね。そうだな。今は見ることはできないが、同じ車両が博物館に保存されているぜ。京都鉄道博物館や、大宮の鉄道博物館に保存されているんだ。じゃあ行けばいつでも会えるんだね。そうだな。そして、最後の車両だぜ。最後は205系だ。国鉄の通勤電車だね。そうだな。この車両は、1985年に登場したんだ。205系は様々な路線で使われていたんだぜ。関東では山手線、京浜東北線、横浜線、埼京線など、また、関西や東北、インドネシアでも走ってるぞ。いろいろなところを走っているんだね。今回引退した205系は、宇都宮線を走ってたんだ。え？上野から宇都宮を走ってたの？いや、宇都宮県内のみの運用だった。黒磯から宇都宮、小山を走っていたぜ。他にも、日光線の車両でも205系が使われていて、通勤通学の足でもあったぞ。そうだったんだね。もともと京葉線の車両だったんだけど、宇都宮に転属してからは赤色から、オレンジと緑の湘南色になったんだ。この色は最初見た時は衝撃的だったな。確かに205系がこの色を見るとは思わなかったね。いつも湘南色のサイドを走っていたイメージがあるよ。京浜東北線といい、山手線といいね。この車両は2012年に登場したけど、去年新型車両の導入で置き換えになったんだ。わずか10年間しか走っていなかったんだね。そうだな。まあ、もともと車歴が長い車両だし仕方ないな。さて、今回はここまでだぜ。どうだった？久々に懐かしい車両が見れて面白かったよ。2023年も引退する車両があるから、今度はそれを紹介しても良いな。新しい車両にも期待だね。ダイヤ改正が待ち遠しいよ。そうだな。それじゃあ、今回の動画はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。